こんにちは。アンジェリック・エトワール、初見実況プレイ、続きをやってまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。さ、早速ね、この動画、ご視聴、コメント、いいねまでいただきまして、ありがとうございます。大変嬉しいです。一緒にやっていきましょう。さて、日記の読み込み。いや、この PS2 ね、実は久々にプレイするんですけど、ずっと PSP で実況してまして、まあこのコントローラーの手触りもね、やはりいいですね。湯気子のショー、日の曜日が終わって、で、いろいろ見ていきながら、明日が月の曜日なんですけれども、まあまだ始めたばっかりなのでね、まあ、まさかいきなりもうこれから普通のが始まるとは思えないので、ここからアンジェリックやった人びっくりしちゃうと思うので、まあ育成だとかそういった方法、まだ教わるところなのかな。ああ、でも一応やったのか。ちょっといきなり投げ出されちゃうかもしれないですけど、まあもっともね、守護聖様以外の人たちがまだ出てないので、まあちょっとその辺のところを見る、まだ研修なのかなというところを思いながら、寝ますか。もう寝ようかな。もう寝よう。まあノートもね、通称湯気子ノートももう準備はしてあります。いつでも書き込めるよ。さあ、おはようタンタン。さあ、今日から本格的に使命が始まるの。頑張ろう。あ、本格的に始まっちゃうんだ。ほらほら、張り切っとるな。ところで湯気子よ。お主、これからどのように行動すればよいか、分かっとるか。え、これからすべき行動、まだチュートリアル続いていますね。じゃあ行きましょうか。え、あ、実はあんまりよく、え、何、年のせいかよく聞こえんわい。すみません、これから何を したらいいのか教えてください。まあね、湯気子が無鉄砲なのはもうどの作品も共通だよね。しっかりメモしなされよ。今現在お主に求められているのは育成、また育成じゃ。やっぱり、すなわち、この船を降りたら、神鳥の聖地へ行く。そして、守護聖の誰かから、たくさんのサクリアを排除せよ。朝一番に行けば、お主の星の数は4つあるから、続けて二人の守護聖から排除することができるぞ。なるほどね。次に聖獣の聖地へ戻り、謁見の場でサクリアをすべて流用する。9つのサクリアでバランスよく、これを何日か続けるのじゃ。王立研究院へ行くのはそれからでもええ。足りてなさそうなサクリアがあれば、次はそいつを運ぶのじゃ。これを繰り返せば、自然に育成のコツがわかるぞよ。どうじゃ、理解できたか。まあ、今回輸送任務だね、言うなれば。宅配湯気子。わかったわ。ありがとう、タンタン。なんとなくわかったわ。よしよし、素直にメモったな。ええー、子じゃわい。じゃが、毎日育成ばっかりではあまりに味気ない青春じゃ。うん。お主、日の曜日くらいは誰かとデートしたりしたくはないか。それは、したくないって言ったら嘘になるけど。おお、若いもんはええの。そういう時はな、このわしの話が終わったらすぐにメールを選べ。そこで、お目当ての男性を次の日の曜日に誘うことができるぞよ。早速やっちゃっていいの。今日のうちに送れば、明日の夜には返事が来る。ま、とりあえずやってみ。なんで明日の夜なんだろうね。メールなんだからさ。せめて今日の夜とかね、守護聖様のお仕事が終わったらメール返してほしいよ。しかし、ここで問題点が2つある。1つ。肝心の宛先を知らん場合じゃ、あ、そうだ、アドレス教えてくんないとダメだったね。これはもう、執務室でもって向こうから教えてもらえるまで通い詰めるしかないの。ついでに育成もしながらな。あ、アドレスを聞くっていうコマンドがないんだね、つまり。問題点2つ目。お誘いをかけても相手から断られる場合がある。これはきついな。ああ、それはあるよね。時間をかけて親密度を上げてもええんじゃが、手っ取り早いのは占いの館へ行くことじゃ。お主と目指す相手の中をおまじないで取り持ってくれるぞよ。こりゃあ便利この上ない。序盤はね、むしろ、上がる、相性が高い方が、まあ、もろもろね、上がる数値も増えるので、
まあ、序盤はむしろね、狙いの人の相性をどんどん上げていくのを優先した方がいいのかもしれないよね。ま、育成がウルスにならん程度の息抜きなら、わしも目をつぶろう。こんな感じで、はて、わかったかの？うん、まあ、今までちょっと育成を最初から放っぽり投げてね、恋愛に行ったことがなかったんですけど、ちょっと今回そっち目でやってみたくもない。ね、やってみたくなくもない。まあでも何にするにしてもね、行動力である星を増やすことが大事だからな。タントありがとう。とってもよくわかったわ。うん。ああ、こんなに長く喋ったのは久々じゃな。疲れてしもたわい。じゃ、あとはよろしく。寝る。あ、ブレスレットになっちゃった。まあいいか。いろいろ教えてくれたものね。じゃあタンタン、行こうね。タンタンを腕に巻いて。さて、ということなので、どうしようかな。いきなり日の曜日、デート誘うかい？でもまだ結局守護星様以外の人が出てないからさ。まあそういったところのチュートリアルがあるのかなと思ったら、もう動いていいらしい。あとは各自行ったところで、行ったところで出会うのかな。あとそうそうそう。そもそも、まあ恋愛行くなら誰を狙うかっていう話ですけれども、まあまだちょっとね、決めかね、ざるを得ないですね。なんといってもエトワールの場合は、その全くの、新キャラが出てくるじゃないですか。で、彼らのことをもうやっぱりより注目していかなければいけないと。ね、ちょっとヤンウェンリっぽいような、ヤンウェンリっぽくないような人もいるのも気になるし。まあ、その人たちが出てからですね。で、一覧はないんだ。今までみたいに。で、ここで見てわかるように、まあ、相性だけで言うと、リミエル様オンリー高いのは、あとはみんなどちらかといえば低い。で、運命の人、クラビス様。で、最初に話しかけたオスカー様。この三人。まあ、オスカー様は相性低いけど。まあ、というわけで、序盤からリュメール様が心強い味方になってくれるでしょう。うん、まあ、とりあえずね、相性上げをしていこう。まあ、もっとも、ストーリー的にね、最初のオスカー様とクラビス様と二人仲良くしていこうとすると、どうしてもね、オスカー様とクラビス様が合わなくてね、ちょっと矛盾が生じちゃうんだけど、ちなみにリュミエル様はクラビス様と好きだから、この二人の数軸を作っていくのは悪くない。うん。ですね。じゃあまずは、まあ、とりあえず私自身もまだね、基本的なことが、この作品における基本的なところがわからないところいっぱいあるので、まあ、お部屋出てみましょうか。メールね。メールしてみようか。あ、でも断られるかな。日の曜日どうだったかお誘いしようかな。メッセージパックって何？あ、過去ログね。あれ、これ、星使うんだっけ？ちょっとメール星使うんだっけ？え？あ、そうだ。だからアドレス知らないとダメなんだ。うん、ちょっと相性と親密度的に断られそうだな。ちょっとメールやめとこう。じゃあ部屋出ます。じゃん。さあ。宮殿占いの館がここで、王立研究があって、ブリッジがあって、私の。で、ブリッジに行くと、もう直接行けるんだね。移動コマンド選ばなくても。で、じゃあ身長の聖地、とりあえずさ、育成をお願いしてもらいに行きましょうよ。あと、占いの館にも行こうかな。今回、いいですね。かっこいいね。あ、で、やっぱりいるいないがあるわけだ。守護星様たちもいろいろ行動しているということだね。うん、じゃあ、とりあえず、リュミエル様だよね。まずは、相性が初期から高いリュミエル様にご挨拶があったら、ちょっと育成のお願い少しにしようかな。で、ちょっと占いの館でラブラブフラッシュをね、かけた。まあ、今回もね、ライバルがいないから、競争相手がいないからね。私にできることがあればあなたの力になりましょう。ああ久しぶりだね。いや曲もそうだね、初代のままなんだね。当然だから。リミエル様こんにちは、お久しぶりです。さあ私にお手伝いできることはありますか。うん、お話をする あるね。ハイジ、まあ、とりあえず真面目な仕事をしている感を出そうか。で、サクリアを排除するには少しなら星が一つ、たくさんなら二つ必要なのね。
あ、そうだ、星の数が、そう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 。今までは、少しが、これ今で言うと、少しが2、全部が4だったよね。そうか。だから、育成にかかるコストが若干というか半分になってるんだね。そっか、じゃあたくさんお願いしちゃおうぜ。あ、そう、それでいろんなところにお願いしやすくなったんだ、育成を。だ最初のうちは、サミナリ式にお願いして、親密度の底上げを行うことができるんだね。あ、じゃあそれやってみようかな。少しずつ。リュミエル様、どうか氷の、じゃない、氷じゃない。凍っちゃダメ。水のサクリアを少しだけお授けください。少しの排除をお望みなのですね。では始めましょう。優しき水のサクリアよ、豊かに湧き入れてエトワールのもとへ。なるほどね、お話にも星一つか。おまじないが2。あ、ちゃんと見ててるから、おまじない1だと思ったら2だね。よしよしよし。確かに排除しました。ありがとうございました。他にも何かお手伝いできることはありますか？ん？あ、さらに今回は続けてお話をすることができるんだね。これは便利かもしれない。どうしようかな。あ、でもそうか、メールアドレス知りたいよね。じゃあちょっとリュミエル様とお話もしてみようか。サクリアもらいがてら。リュミエル様とお話しするには星が一つ必要なので、お願いする。リュミエル様のお話をお聞かせください。あ、これは同じだ。ちょっとメモの準備だね。え、どのタイミングでメールアドレスを教えてくれるんだ。まあ、最近のことでいくか。さすがにフルボイスじゃないか。私の庭でハーブが伸び盛りなのです。もうすぐあなたにも美味しいハーブティーをご馳走できますよ。あなたには忙しい日々でしょうが、こういう時こそ心にゆとりが必要だと思うのです。ですから、ぜひまた遊びに来てくださいね。はい。他にも何かお手伝いできることはありますか？ハーブティー育ててるそうです。じゃあ、部屋出ましょう。帰りですか。ではまた次の機会に。なるほどね。でちなみに、あ、一回出ないといけない。なるほど。この行動中はデータ見られないんだ。なるほど。じゃあ占いの館に行こう。あ、メルちゃんどこにいんの。あ、こんにちは。ここでは占いとおまじないをしてあげられるんだよ。まじなう。金色のコインのきらめきで人と人との心をつなぐおまじないをするの。うん、するよ。おまじないをするには星が2個いるよ。結構いるね。まあ、しかし問題は誰を占うからね。あ、おまじなうから。あ、今回は親密度はリアルタイムで分かるんだね。今回のお話と育成で7上がってますね。まあ、この上がり具合のも相性が左右するから、じゃあ今のうちにやや高い人をさらに上げておくか。例えばクラビスさん。そうだね、今回はね、この2人をまず軸でやっていきたいと思う。育成はちょっと、これは光じゃなくて、どちらかというと闇でいきます。ん？あ、私。これでいいかな？いいよ。金色のコインの輝きが二人の心を明るく照らすように。ゆえこの心、クラビス様に届け。ラブラブ、フラッシュ。うん、でもねねさんもよくさ、この、定型文はよく言うから、ボイスが欲しかったですよね。贅沢を言うなら。なんかこのデフォルメの姿がね、なんかこの PS2 ぐらいの頃の
RPG によくある感じを思い出すよね。明日には効き目が出てると思うよ。楽しみにしててね。効き目って言うとね、ちょっと怖い。じゃあ部屋で、あ、で、これで宮殿に行くといいのかな。まったね、ゆげこ。で、宮殿に行って、サクリは持ってきたよ、ちょっとだけだけどっていう話をして、いらっしゃい。アウローラ号にはもう慣れた？私は聖地を離れられないけど、いつも応援してるからね。で、今日は何の用なのかな。今日はサクリは持ってきたよ、ルゲンだ。そう、ルゲン相談ね。水、水ちょっと持ってきたよ。優しき水よ、流れなさい。まあ、当然ながら今回は自主育成がないんだ。あ、少しで14。ん？あ、罰をするのね。よし、相談は星いるでしょ。あ、いけるの？レイチェル様、ご相談していいですか？もちろん、私でよかったら何でも聞いてよね。私がご相談したいのは守護星様のこと。守護星様のことか。それは私に聞くより直接本人たちと話した方がいいよ。そうだね、執務室で話しにくいことだったら、日の曜日にあなたのお部屋やセレスティアにお誘いしてもいいんだしさ。で、ゆえ子は誰かお誘いしたい相手はいるのかな。私がお誘いしたいのは、あ、なるほどね、成功率を教えてくれるんだね。例えば、じゃあ今のリュミエル様はどう？なるほどね、リュミエル様がどう答えるかわからないけれど、誘ってみる価値はあると思うな。五分五分以上ではあるのか。ありがとう。了解、また気軽に顔を見せてよね。じゃあね。じゃあね。よし、そうしたら王立研究院行ってみようか。王立研究院へようこそ。ここでは星獣の宇宙に関する最新の情報を提供できるわ。人物？何人物って？情報見られ。星いるんじゃないの？あ、いらない。え？どういうこと？このでも人物ってさ、あー、なるほどね。あの、そうかそうか。あの、部屋では見られるのと同じじゃんと思ったんだけど、そうか、この、外出てる間は情報見らんないから、その時は王立研究員に来なさいよっていう。二重行政感があるけど。そうなんだ。外ではこっち来てねって話。整形。で、この辺。あー、移動日数とかあるから、やっぱりいろんな整形で上げていくんだよね、これ。ここがまだはっきりと聞いてないけどさ。今、ここ。ここ。文化レベル。まあ、聖獣の聖地、ここは、まあ、水の都にしますかね、差し当たって。うん。水と闇の癒しの整形にするか。みたいな感じで、育てる整形で特色が出せるのかもしれないよね。それやってみたいな。そしたら長くなるぞ。私こういうじっくり育てる戦略シミュレーションゲーム大好きだから。やっぱ今回も単なる乙女ゲーではなさそうだ。やり込もうと思ったら、育成面でやり込みたい人もいけるかもしれないよね。恋愛を楽しみたい人もいれば、ね。私みたいに信長の野望だったら、内政を重視した作品が好きっていうタイプの人間でも、楽しめるかもしれないね。このブリッジっていうのはなんだっけ、お家に帰るやつか。で、この辺も、あ、一応行動力なくてもいけるんだっけ。何かお買い物していこうかな。お買い物も星使わない。これまだ店がいっぱいと分かんないんだよね。メゾンプラネットも2軒あるし。
まあ、例えば物をあげるんだったら、まあ、何でも物をあげるもんなんだけど、ルバ様が好きそうなものを置いてあるのがある。これか。リブルバランス。買うのにも行動力いらなさそうだね。リブルバランスに来たわ。大きな本屋さん。天井まで届く本棚に、いろんな本が、いや、雑誌が見やすく置かれているわ。まあ、上の方の雑誌は高すぎて見にくそうだけど。ああ、すごい。究極の論理パズル。こういうのも買っておいた方がいいんでしょうけどね。まあ最初はちょっと、ちょっと冒頭話したけど、たまには羽目外すものいいな的なこと言ったけど、まあストイックにね、行きたいかな。これな、ルバ様にあげたいよな。なるほどね。今回は、揃っているアイテムも多彩ですね。ちょっと、ときめも GS 感が出てるよね。私の中では。プレゼントが多いとね、困ってしまうよね。どうしよう、迷っちゃう。で、今行けるのはここだけか。なるほどね。じゃあ、とりあえず、ブリッジって何があるんだっけ？ああ、船内で。湯気か。アウロラ号には慣れたか？はい、すごく快適です。それはよかった。星々へ向けて出航する準備も間もなく完了する。君の指示があればすぐにでも宇宙へと旅立てているだろう。ありがとうございます。あ、皆さんお忙しそうなのでこれで失礼しますね。まあ、この、他の星系行くっていうのもまた、これからなのか。じゃあとりあえず今日一日が終わったから私の部屋に帰るか。やっぱ一つちょっと回ってみて疑問に思ったというか、エルンフトさんとかメルちゃんとかはどのタイミングで出るんだろうね。うぃ、ぐったりじゃ。こんなに働き者の足、わしの足をぜひに揉みたいと思わんかの。一歩も歩いてないじゃんね。くす。自分は一歩も歩いてないのに。さ、今日一日終わったよ。淡々辞典とかなんか更新されてるかな。なるほど、ね。やっぱ、さすがね、最初はまだまだ何をどうすればいいのか、効率的なものも含めて、ちょっとまだまだ手探りですね。あるな。あ、主星系ね。主星系というのは主星のある星系のことってそのままじゃな。主星に近いだけあって、ジョーの影響を最も強く受け取る。あ、ここのこと。うん。あれ、で、あ、見たか、これ。ああ、はあ、はあ。限界がない。バランスね。わかりました。じゃあとりあえず今日一日が終わりましたが、情報を見てみましょう。まあこういう情報閲覧に星をね、体力を使わなくなったのは楽でいいかな。あ、ですぐわかるね。もう結果出てるじゃないですか。相性上がったね。7ぐらい上がった。あれ、相性52だったっけ。元は7ぐらい上がった。これコツコツ積み上げていくにしくはなしかね。クラビス様、まあクラビス様を選ぶと自然にジュリアス様との仲がねってなるよね。でもまあリュミエル様がクラビス様と仲がいいから、これはもう仕方ないからね。ね、クラビス、リュミエル、スージクとね、ジュリアス、オスカ連合がちょっと、この派閥の対立が今後起きそうですけれども、それが怖いね。で、主星の星系か。星系も、やっぱ育てるのは一つの星系じゃないんだよね。まあ、こんな感じで見ていくことになるということだね。文化レベルが上がっていくと何かいいことがあるんだろうかね。わかりました。よし、じゃあとりあえず、たった一日だけでしたけども、まだまだ手探りで。時間がかかっちゃって申し訳ありませんが、時間的にキリがいいのでね、今回はここまでにしたいと思います。さあ、そんな感じで、まあ、まずは育成しながら、うん、少しずつちょっと相性を上げていこうかなと思います。狙ってるというか、仲良くしたい人との。
あとは守護聖様以外のキャラクターがいつ出てくれるかなっていうのは、まあ、これからのお楽しみですね。ではここまでご視聴ありがとうございました。また次回よろしくお願いいたします。ではでは失礼します。